心理歴史学は、アイザック・アシモフの SF 小説ファウンデーションシリーズに登場する架空の学問である科学分野、膨大な数の人間集団の行動を予測するための数学的手法、社会的、経済的な刺激への人間の感情や反応に一定の規則を見出すことで未来の人類の行動をも予測し得る、ファウンデーションシリーズの根幹をなす小道具である、 アシュモフはこのシリーズで、エドワード・ギボンのローマ帝国水防止を参考にした宇宙未来史を描くことを構想したが、同時に SF 的要素として人類の未来を数学的に予測する手段を作品に導入することを思い立ち、期体分子運動論において、個々の分子の運動は予測できないが、集団の期待ということなら、平均の運動は計算できるということの、 アナロジーとして、分子を人間に、期待を人間の集団に置き換えることで、心理歴史学を考案した。心理歴史学による未来予測が可能かどうかは、以下の3点が重要であるとされている。過去の歴史の評価よりも、未来予測に主眼を置いている点で、むしろ、心理社会学という名称の方がふさわしいのではないかとの意見があり、高ーアシュモフ自身もそれを認めながら、当時は、 銀河系宇宙の歴史を描くという考えに取り憑かれていたために心理歴史学という言葉しか考えつかなかったと述べている。また同時に人間集団の行動と機体分子運動論の間にはやはりアナロジーは成立しないのでないかと述べ、むしろ近年登場したカオス理論に言及している。これを反映してか、アシュモフの死後に3人の SF 作家により書かれた、新 銀河帝国工房誌三部作では人類社会の秩序を破壊しようとする混沌と心理歴史学により秩序を守ろうとするセルダンたちとの対決の構図が描かれている。ファウンデーションシリーズとロボットシリーズとの融合を目したファウンデーションの彼方へ、以降の作品では心理歴史学とロボット工学三原則との関わりが描かれており、アールダニール・オリボーラ、 第0法則に従うロボットたちが人類全体の危機を回避するには未来を定量的に予測する必要があったことから心理歴史学の登場を仕組んでいたことが明かされている。ファウンデーションシリーズには人類以外の異星人が登場しなかったため、前述の基本原則の第3項目は明示されず、あまりに明白なために逆に誰も気がつかない原則であった。 ファウンデーションと地球の結末において、ようやく明示され、今後同シリーズに異星人が登場する構想が示唆されていたが、結局、足も不自身の死去により描かれないままに終わっている。しかし、新・銀河帝国工房誌の最終巻、ファウンデーションの勝利の終盤では、ファウンデーションと地球以降の展開への布石が打たれており、今後同様に他の作家によって書かれる可能性はある。 極めて確実性の高い未来予測という点で一種の情報タイムトラベルであるとも言える。銀河帝国末期、辺境の惑星へ離婚出身の数学者、ハリセルダンにより考案された。当初、セルダン自身は心理歴史学をあくまで思考実験と捉えており、実用化は銀河系社会があまりに人口膨大かつ複雑であるために不可能であると、 考えていた。しかし、学会のために訪れた銀河帝国の首都惑星トランターでの体験により、実用化の必要性とその手段とを見出し、以後、トランターに止まり障害を、その研究に捧げることとなる。時の銀河皇帝クレオン一世と最初を得とう、デマーゼルの援助、ユーゴアマリルラ若き才能の参加、心理歴史学のすべての数式を収納して、表示、演算できる、 プライム・レイディアントの発明などの手助けもあったものの、研究は混乱を極めた。最終的に、セルダンは銀河帝国の崩壊とその後の数万年に及ぶ暗黒時代の到来を予測し、その暗黒時代の期間を1000年に短縮するとともに、その後により健全で強固な第二帝国を復興させることを目的に、セルダンプランと呼ばれる未来の人類のコースを設定し、 その実現のために二つのファウンデーションを設立した。第一ファウンデーションの人々は、その第二帝国に至る童貞において幾度か訪れるセルダン危機を自らの力により乗り越えることを要求された。一方、彼らに心理歴史学の予言の内容を明かすわけにいかなかったために心理歴史学者はごく一部を除いて、秘密の第二ファウンデーションに隠遁し、 セルダンプランの検証と修正に従事することとなった。なお作中でも、セルダンが、期待分子運動論をモデルに、心理歴史学を考案したことや、名称を、むしろ、心理社会学にすべきだったと発言するなどの描写がある。ありがとうございます。